こんにちは、綺麗画家久保修です。今日はですね、ちょっと僕は日々心を痛めていることがあります。皆さんもご存知のように、ロシアが、ウクライナへ侵略で入ってまして、連日このニュースを聞いてまして、本当に悲しく怒りを覚える毎日なんです。というのが、私はウクライナ、キエフに10年前に行ったことがあります。それは文化交流で行きました。ロシアの方がよく行ったぐらいで、お知り合いがいて、ウクライナにも知り合いがいて、で、なぜこんなことになってるんだろうと、悲しいやら怒りやら、じゃあロシア国民が全員悪いというわけではないと思いますし、なぜこんなことがこの21世紀になって、20世紀の時のような冷戦時代、あるいはその第二次世界大戦のような、そういった時代のことと、それよりもひょっとしたら今回のはひどいかもわかりません、このやり方は。で、私はもう本当に怒ってるんです、怒ってるんです。ウクライナ、キエフの街しか行ってないんですけども、本当にいい街で、やっぱり1000年以上の歴史を持つ、首都としての歴史を持つ街です。そしてそこにはいろんな緑も多くて、それから教会、こういったものとかがですね、たくさんあって、世界遺産にもなってる建物もたくさんあるわけなんですよ。こういったものとか、そういった世界的遺産も戦争という名のもとに、侵略という名のもとにどんどん壊されていくのかと、もうすでにキエフ以外もどんどんそういったものが消えていっている。だけど僕は一番まだ怒っているのは、そういった建物ではなくて人の命なんですよ。子供から大人まで、昨日まで平和に暮らしてて、日常生活を送って一生懸命働いて、一国の大国がですね、の指導者がどう思われたか、なんぼ言われても僕には理解できないし、とてもとても許せるものではないと思うんですね。それでこういうふうにですね、綺麗のワークショップをしたら、もう連日ですね、整理券がすぐになくなってしまうぐらい皆さん参加していただいて、でみんな大人も子供もみんな楽しんでくれて、で綺麗っていうのをやったことないっていうことで、皆さん本当に楽しんでもらったんですね。この時に子供たちも可愛いんですけども、非常に女性も美しい方が多くてですね、ご主人とか男性は女性をとても大事にしてるんですね。だからご主人なんかジャージ着ているけれども、奥さんはとても素敵な洋服を着て、でそれを見てニコニコで、お子さんと手をつないだりして、一緒に街歩きをしたりしてるわけなんですよ。僕が思ったのは、ここの国の人たちは守るにもいろいろあるんですよけど、国も守るっていうこともあるんですけど、非常に家族とか友人とか、その身内を守るという精神がすごく強いところだと思ったんですね。だからそういう今ニュースで伝えられてる中で、本当に避難しなきゃいけない、そこの親と子の別れのシーンとかですね、でも残って、国を守るっていうことは家族を守る、自分の愛する人たちを守るということを、やはり強く強く映像からでも読み取ることができるんですけども、もう今やってることは本当にロシアの人たちに早く目覚めてほしいですね。もうずっと停戦でいてほしいんですけども、意味のない命の落とし方だけはしてほしくないっていうのが強く強く思っています。だから僕は今の21世紀の今の時代だからこそ、僕にできる反戦っていうか、この意味のない侵略の仕方を一日も早く終えるために、僕はちょっと今考えてることがあって、それを今日ちょっと作ってるところを皆さんにお見せしてできればなと思っています。それからこの後ろの絵が、先ほど言いましたアンドレイ坂っていう坂道のところの、こういうところなんですけど、これ今下から上がっていってるところなんですけど、石畳なんですね。でこの両側に露天商のお店とかいろいろあります。でこれはもう地面にしゃがんでスケッチして、それから仕上がったものなんですけども、その時は本当にこの街、この綺麗なキエフの街、素敵だなと思ってやってたのが、今はなんかこれがどうなっていくんだろうって、ロシアも入ってきて、こういったものも全部壊されているのとなると、まあ本当に複雑なんですけども、そういった思いも、一日も早く一人でも犠牲者が出ないような祈りを込めて、ちょっと僕は平和のシンボルみたいなものを作ろうと思ってます。平和を願って、鳩なんですけども、でオリーブの葉を加えています。早く一日でも停戦なり、ロシア軍が侵攻するのを取りやめて、平和な日が早く戻ってくるように願って作っていきたいと思っています。これで、鳩が切り上がりましたので、
これを今から仕上げにして、持っていきたいと思います。はい、仕上げはこのようになりました。これはですね、あとはまあ平和のシンボルということで、ウクライナの国旗の色を使ってですね、ハートにしてウクライナの平和を祈るということで、これをできればステッカーにしてみんなに配れるようなことになればいいなと思ってます。いろんなところにみんながこう物に貼って、一日も早く平和が来るようなことを祈りたいと思ってます。それと、まあ、このアンドレイ坂の方の絵もハガキにして、世界中に何か皆さんが平和のメッセージを送ってもらえたら嬉しいなと思ってます。まあ、これからちょっといろいろとご協力いただけるような企業があればと思って、今からいろいろとお話ししてみたいなと思っています。もし興味が、この動画を見て思われた方があれば、お声掛けいただければ嬉しいです。